Key Radio 77.0 Lakeside FM Station. Come on! High quality, high aspiration, high anxiety, and high voltage program. Radio Mac. さあ、それでは行きますよ。ラストのお時間でございます。ははーん、この実況バスケのルール知らんな、なんと言った。では水木順に名前から行きましょう。はい、まずこちらピロヤンさんからです。はい、では行きます。ははーん、この実況バスケのルール知らんな。出るか、ボールを指でくるくる回すやつ。あー、バスケ上手い人がやるやつや。はいはいはい。こうやってするやつ、ね、ボールハンドリングのね。人差し指で、うんうんうん。あれさ、試合中にさ、うん、もしあれくるくるって回すとするやん。うん。で、どういう扱いなの、あれは。一応まだボールをコントロールしてる状態だから。いや、あれはだから持ってる状態と同じ。持ってる状態ってことでしょ。で、あれで歩いたらトラベリング取られるってこと。そうやね。うん、あー、うん、そうだよ、うん。あ、そうかそう。あれで取られへんかったら全員あれやったやもんな。あれやりながら走っていったやん。あれで走るの多分ダッシュできないよ。できへんのか。うん。はい、じゃあ続いて。いつもさんからです。ではいきます。ははーん、この実況バスケのルール知らんな。両チームまだ選手が4名ずつ出てきていませんね。ん、9対9でやると思ってんの、野球やと思ってんのみたいですね、うん、あー、じゃあ9人いるというふうに思ってる、うん、はいはいはい、なるほどなるほど、人数が分かってない、うん、うん、なんかこう俺ら聞いて受け取るのも難解になってきましたね。そうですね。みんな考えすぎてもう分かってるもんだっていうね、うん、はい、どういう風なこと言ってはんのかも分かりにくくなってきました、ね、うん、はい、じゃあちょっと迫ってきました。続いていきましょう、はい、キクオさんからです。はい、ではいきます。おっと、どっちがどっちのゴールか分からなくなった。シンプルやね、うん、シンプルシンプル、ちびっこバスケによくあるパターンね、うん、はい、じゃあ続いて、はい、青黒さんからです。長いですね、あと何分あるんですか。いやいや、退屈だ。興味ないんや、バスケに。はい、じゃあ最後、はい、レリックさんからです。ところでこのスポーツはどっちが勝ってるんですか。点数出てるやん。さあ、というようなラインナップとなっておりました。この後5時頭はですね、我々、マックス、男性パーソナリティ陣の回答を発表します。さあ、今日は我々勝つことができるんでしょうか？この後5時台です。